地方小学校の皆さん、おはようございます。おはようございます。今日は最上川200キロを歩くに参加してくれてありがとうございました。地方地区には下水処理場もあります。汚れた水をきれいにして最上川に流しているそうです。おいしい地方小学校頑張るぞ。あそうならないようにダムに溜めている水を流して魚ちゃんと生きられるようにしています。何で逃げる いろんな植物があって、うん、緑がいっぱいで楽しい。ちょっとだけ。はい、で10個出るんだよ。時間経つと見えた。見えた？全然見えない。そうよ。カツーはね、福島県で生まれて、流れてって、新潟県から今度海に入って、なんかめんどくさい話になってきたね。1600年っていうと、関ヶ原の戦いがあって、